どう見てもこの状態じゃ口なしに見えないですよね。あのわさびのさ、はい、あれに似てるよね。あ、そうですね。うん、もういろんな本当に樹形があって面白いですよね。口なしはいつぐらいまで植え替えはできるんですかね。6月ぐらいまでできんじゃない。はい。綺麗になりますね、やっぱり、洗うと。去年も同じようにやってたよな。はい。もうこの動画を見る方はこんなに切っちゃっていいのっていうコメントがたくさんありますよね。そうですね。土曜日に、あの説明会、6学年 の、 その入学する方の保護者とかお子さんとかの前で、探究っていう課題を、学校で特徴があってやってるんですよ。で彼が一応探究の、そういうことを自発的にやっているので、でその説明会の、その探究でやってる、いるんですよって話で、話をしたんですよ。もう一回なんかプレゼンやると2回目だから手慣れては来てますよね。いや、喋るのうまいよ。もうその場で言ってじゃ覚えて、ちゃんと自分で作って。あ、そうなの。で、ね、大盆栽祭りを開催しますっていう、後半では。動き始めてやってますね。あの大宮の。そうですね。なんか3つぐらいあの大宮のイベントがあって、その3日から3、4、5まででしたっけ、3日間。で大盆栽祭りは盆栽村のところで、あと大宮の駅の東口のところで春の盆栽祭り、と、もう一つ氷川神社のあたりで、3つ合わせてあるみたいですね。あ、そうなの。で、一応盆栽、じゃあバージョンアップしたのかな。あ、そうみたいだと思いますね。作った方がいいって言われて、2、3日前に届いたのかな。あ、そう。なんか初めてのことだから、もうかなりやってますよ。そう。でも一番思ったのが、プレゼンをやって、小さいその中学受験と中高一緒なんですよ、学校が。で、その小学生とかも、その説明会に来てくれたので、ちゃんと笑いが取れてたので良かったです。あ、そう。でもね、その後になんか登録者数も、60人ぐらいかな、登録してくれて。
ね、あのプレゼンの後で。そうですね。もう矢島さんの名前が本当にあの知れ渡ってますよ。あ、そう。あのプレゼンするために矢島園が載ってますから。あ、そう。盆栽大好き化計画なので、うん、それを行って盆栽大好きの方を増やすっていう目的でやるので、うん、恐れ入ります。なんか楽しんでもらえる、うんうん、無料であそこのブースは借りれるんですよ、うん、でその教材のものとかは自分たち自己負担っていう、うんうん、郵便局あるじゃないですか、うん、あのあたりみたいですね、うん、小室さんちも隣だ。小桃園のあの通りですね、うんうん、でもなんか具体的な場所をちゃんと聞いてないので、うん、ちゃんと聞いた方がいいよ、いいよって言ってるんですけど大体なんですよね、うん、まあ大体なんでいざあのテーブルとか郵便局の前あたりだろ、うん、そうそう、そのあたり、そうそうそうって言われてる、うん、そのあたりでやるんだよ、うん、場所がもう書けないんですよね、大体なので、うん、すぐ分かるよ。あ、分かります、うん、本人たちが高校生でやるようなので、うん、なんかあの子が来て、2、3日前。誰ですか？金本に一緒に乗ってた。ああ、群馬大の子ですか。うん、どうでした、うんうん？途中で雨降ってきちゃったから帰っちゃったけどさ。じゃあその話で盛り上がったんですか？うん、別に向こうでも何も言わないし。なんか卒業して就職したんですよね、多分ね。うん、就職しましたとかって言ってたな。うん。自分で作ってるか面白そうですよね、うん、小学校の頃からやってたよな、うん、最初はおじいさんと一緒に来たんで、うん、でおじいさんがやるのかなと思ったらさ、うん、いや、これが やるんで俺は付き添いなんだよなって言ってたっけ。びっくりしたはい、どうも、ちびたねです。今回、大盆栽祭りで世界に一つだけマイ盆栽ワークショップを開くことになりました。詳細は概要欄に貼ってあります。ぜひお越しください。